ナモ様だ。ラルバーン様もいるわ。黄金の砂嵐が吹くウルダハに集いし、熱き魂を持つ者どもよ。おー、ラルバーン様。このウルダハはその昔ウル朝により建国され、交易都市として発展してきた。そして地底と商売の神ナルザルの加護のもと、砂の都黄金郷ウルダハとして繁栄してきた。ラウバーン局長の後ろ、ウルダハの国旗を見てごらん。あの絵柄は黒地に金の天秤という意匠さ。天秤の左側には富を表す宝石、右側には力を表す炎が置かれている。これまでウルダハの繁栄は巨万の富を生み出した。5年前のカルテノーの戦いにおいても皆が財と才を投じ、エオルゼア同盟3として最も多くの戦力を提供した。その結果として帝国軍第7軍隊を打ち破ったのだ。打ち破った。だって一体誰のおかげで今があると思っているんだ。だが多くの兵が帰ってこなかった。彼らの魂がナルザル神の御元にたどり着き、来世で幸運をつかむことを祈ろう。かの戦いは結果的に勝利と呼べるものではなかったかもしれぬ。しかし第七零歳後のこの困難の時代、皆が己のことだけを考えるようになっていった。ウルダハの現状を見よ。難民が押し寄せ、貧者がそこら中にいる。それなのに不赦たちは財を投じて助けようとはしない。武を誇った者たちも動こうとはしない。今のこのウルダハの状況をカルテローで戦った友達に誇れるのか。ウルダハを不滅隊を信じて散っていった者たちに、お前たちのおかげで平和になったと胸を張って誇れるのか。この地に迫る蛮族アマルジャ族の脅威は相変わらず強く、ウルダハの生命線である交易路を脅かしている。さらにガレマール帝国に至っては一部地域を占領し、精霊水などの資源を奪っている。ウルダハの国難は続いているのだ。商人による自治を望む共和派も、王家に忠誠を誓う王党派も、共にウルダハの繁栄を望んでいるはずであろう。この国難こそ勝機であり、同時に勝機である。富を求める全ての者よ、武を誇る全ての者よ、黄金郷ウルダハに憧れし旅人や義士、そして冒険者よ。目先の富だけを追うのではなく、国を、世界を見据えよ。今一度七尾女王陛下のもとに結集するのだ。ウルダハを守るグランドカンパニー不滅隊を信じ、私腹を肥やすのではなく不滅隊に投資しろ。エオルゼアの駅はウルダハの国益である。そして国益は国民の駅である。おお、任せろ。あたいはやるよ。ナナモ様、苦しゅうない。ウルダハ第17代国王ナナモール・ナモである。わらわから言うことは一つだけじゃ。ウルダハの宝は金銀でも宝石でもあらぬ、そなたたち民じゃ。民の知恵、民の勇気、民の笑顔、何より民の命こそウルダハの誇る最大の宝なのじゃ。ウルダハの民よ、わらわと共にエオルゼア全土をウルダハのごとく繁栄に導くのじゃ。ナナモ様万歳。女王陛下、勝敗は速さと速さが分かつ。全ては永遠なる女王陛下とウルダハの繁栄のために。
すがはラウバーン様だ。私はアルフィノという、彼女はアリゼだ。私たちはこのカルテノー戦没者追悼式典を見て回っているのさ。各国のグランドカンパニーの名手たちがどういった主張をするのか楽しみでね。